Bam 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 b
飛んでやるぞ。トラホームでこんな指導やっち。
こんな世の時の常習犯やめやめランスの因果ババア隙間風だらけの借金長屋みんなまとめて俺は捨ててやるみんなまとめてみんなまとめて俺は捨ててやるんだ使って俺は一人で飛んでやるぞ飛ぶんだ飛ぶんだ俺は全然飛行機で飛ぶんだよ飛ぶんだ飛ぶんだ飛ぶんだ僕と李軍家の大人っぽい愛部遠い静かな場所で射精する音もけだれ風景の中での楽しい髭を覚えたことも金だらけの寂しい母さん母さん母さんどんな日頃だってたじろがない母さん母さん母さん物欲しそうな白い柔らかい腕の母さん
Oh,
出して2月の寒い夜、ジムの控え室で残したものはアパートの物干し台のシャツと貧しい父の写真、歯ブラシ、公共からの手紙一束とグローブだけ、一人の僕探しんだ、リキシトリオ、俺は空を見上げる、いて座の星を探して、あいつはいつも歌ってた、少年感慨んで空を飛ぶ夢をシャボン玉飛んだ屋根まで飛んだ屋根まで飛んで壊れて消えた。1970年8月、俺に一人の子供が生まれた。誰も許してはくれなかったけど、1970年8月、その子にジェンラと名をつけた。誰も許してはくれなかったけど、1970年8月、もう一人の女が子供を産んだ。
嘘つくな夕日沈む頃へどこからどこからこれで映画終わりだ。あとは俺が喋る番だな。それで考えてみれば、なんか映画なんて暗闇の中でしか生きられないのかな。だって今みたいにこうして明かりがついちゃえばもう、それで映画の世界っていうのは終わりだもんな。消えてしまうんだよ。俺は今映画の中で人力飛行機の夢を見てきた。それで撮影が終わった後、自分の部屋に帰ったりしてみると、そういう汚い四畳半の中で俺はなんかやっぱり人力飛行機の夢なんか見ちゃうんだな。どうしなんだろうな。だけどそれがだんだん続いていくと、なんか映画の中と外の区別がつかなくなってしまってさ、俺自分でもどうなのか分かんないんだ。それでその夢の中で俺は墜落していくんだよな。それがどうしたかそれもよく分かんないんだ。だけど分かんなくても俺なんか墜落していくんだな。で墜落しながら俺考えたんだけど、結局墜落するってことは捕まるものが他にないからってことになるのかな。青森県東津軽郡平内町大あざ小湊、あざ小湊 64-1 佐々木 M。 その俺がカチンコの音が鳴ると喋り出すんだ。他人の書いたセリフを他人の言葉で。それでカメラが回り始めると、俺斉藤さんのことをお父さんなんて呼ばなきゃならないし、それでもまあ何回も呼んでるうちにはなんとなく実感が出てきちゃって、斉藤さんも俺のお父さんになるのかななんて思っていると、そこでカットという声が聞こえてくるやん。それではい次103審だよ、エメさあ急いで本番だよというふうになっちゃって、また次のシーン、次の嘘、そういうものが始まっていくんだ。でその嘘の嘘、なんかカットとカットの合間からは俺の寒い、すごい寒い感じのな、2月の空に俺が映っていく、そういう幻想にとらわれちゃってさ、俺はもうスクリーンの中の家には帰ることができないな。ポランスキーも大島渚もアントニオニもみんなも電気がつけば消えてしまう世界なんだ。だいたい真っ昼間の街にビルの壁に映画なんかが映せるかよ。
俺はもう帰らないよ。撮影日数が28日の家族、たった28日の国家、たった28日の親父、たった28日の幻滅と怒り、たった28日の灰と希望。俺はもうこんな衣装なんか脱いじゃって、どっか別なとこへ出ていくよ。たった28日の人力飛行機、たった28日の東京生活。俺はハンフリー・ボガードが好きだった、藤純子も好きだった。俺は今スコープも街頭ロケもベッドシーンも俺は好きだった。カメラマンの月田さんも、監督の寺山さんも、助監督の臼井さんも、みんな俺は好きだった。だけど俺は映画が嫌いだ。さよならさよならさよなら映画、さよならさよならー。